ねえオタ君、田中君って彼女いるのかな。彼女？いや、いないはずだが。じゃあ好きな人とかは。嫁いでよ、一生俺の面倒を見てほしい。もうお前なしじゃ生きられない。俺か。確か、これ。いらっしゃいませ。めっちゃだるそうな人来たな。じゃあ一応シェイクで。え、お待ちいただかなくていいので、お席でお待ちください。え、いちごシェイクです。ごゆっくりどうぞ。もうちょっと待て。そのポテト、なんかやる気なさげで、めっちゃ俺じゃん。ダブルで睨まれてる。っていうか、お友達がめちゃくちゃ怖いよ。おい姉ちゃん、4番のおもちゃしのぎれってどういうこっち。ああ、太田。ん？バックってめちゃくちゃ心広い。また来ます。日を改めて復讐に。ビラ配りしてるんだ。お兄ちゃん、ボール取って。頼られ。あの人優しい。本当だ。注目される。なんか大谷なら俺の人生あげてもいい気がする。紛らわしい言い方をするな。そんな大谷、いい嫁ぎ先が。帰るぞ。また来てるし。オファーと一心同体、たとえどんな天変地異に襲われようとも。見ないで、リノ、ドッペルゲンガーが。同じクラスのサヤ、うちの兄。はじめついてる。邪魔者の太田もなぜかいないし、間が持てないからといっても、うちもお兄ちゃんいるけど。相席嫌だ、どうしよう。ひょろひょろのぐうたらだから、リノが困った時とかも、こんな兄で本当かわいそうだよね。申し訳ない。そっか、じゃあ自信持って引き続きダラダラする。お兄ちゃん。そこまで。なんでいるのよ太田。お兄ちゃんたちも友達だったんだね。すごい偶然。そうだな。ウルトラスーパーむちゃくちゃだるい。頑張れ。いや、田中、こっちじゃなくてそっちのプリント手伝えって。うん、でもこれだとそこの半分残っちゃうから。やっぱり俺、田中、まだ残ってたのか。うん、なんか帰りたくなくてさ。アイス食いに行こう。怒ってやる。ほら、行くぞ。いいって。すまん、田中、大丈夫か。ああ、俺、後で食べるから。ぬれよ、太田。小食なお兄ちゃんに完食なんて。しっかり準備運動する。つった。温泉か。浮き輪忘れてるぞ。ああ、やめてー。